さんこんにちは、坂井美穂です。今日は皆さんにビッグニュースがあります。この度世界最大のスクーバダイビングの教育機関パディのアンバサダイバーに選んでいただきました。これからですね、より一層力を入れて海の楽しさ、魅力、そして海洋保護などを伝えていく、そんな役割を担っています。これからも応援よろしくお願いします。早速ですが、今回は日本、そして世界でも深刻な磯焼けについてお伝えします。磯焼けって何って思ったそこのあなた、まずはこちらをご覧ください。これ岩手県大船渡市で潜った時の写真なんですけど、注目してほしいのは岩肌です。海藻などが何も生えていなくて真っ白になっていますよね。これが磯焼けなんです。海の砂漠とも言うそうですよ。なんでこうなっちゃうのかというと、原因はこの黒い丸いトゲトゲ、ウニの仕業なんですね。海水温の上昇などが原因でウニが大量発生してしまって、岩に生えていた海藻を食べ尽くしてしまったそうです。磯焼けの何が良くないかって、岩手県では漁業に大きな影響が出てしまったんですね。ウニたちが海藻を食べ尽くしてしまったので、それと同じ海藻をご飯にしていたアワビやサザエが姿を消してしまったんです。私、岩手の地元の漁師さんに聞いてみたら、これまでは20キロくらい取れていたアワビがもう2キロぐらいしか取れなくなっちゃった、まあ、10分の1になってしまったっていう方もいたんですよね。で、特にここ3、4年は被害の大きさすごく深刻になってきているようです。これは何とかしないといけないですよね。磯焼けを食い止めるために始まった藻場再生活動、私も行ってきました。今日は岩手県大槌町に来ています。今の気温が3度、息白いかな、すごく寒いです。雨もちょっと降ってるんですが、今日も元気に潜っていきたいと思います。今日私は昆布の種をつけにやってきました。ガイドは熊です。道のくダイビングリアスの佐藤博さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと早速ね、どんな作業をしていくのか、熊さんに教えていただこうと思います。今日は昆布をつける、はい、そうです。はい、これですね。手に取ってみたら分かると思うんですけども、はい、はい、これが昆布の赤ちゃんです。昆布の赤ちゃん、これをロープが前もってもう設置してあるので、それを水中でちょっとこう穴を広げてそこに挟んでくる、はあ、そうなんです。種をつけてきます。糸のようなものに昆布が、赤ちゃんがついてる。これは食べるための昆布ですか？違いますね。これは今藻場が失われてきているので、海中林を復活させようということで、はい、藻場再生事業ですね。人間が食べるようではなく、まあ、ウニとかアワビとかの餌にもなるし、魚たちの住処とか産卵の場所になるように再生させるってことです。そんなに最近この辺りでは藻場って減ってるんですか？そうですね、この 2,3 年特に減ってきて、もうあの岩肌が真っ白くなるくらいですね。本当だったらもう真っ黒い昆布とかいろんな海藻がついて真っ黒いんですけれども、真っ白くなってます。それは温暖化の原因が大きいと思います。冬場にウニが冬眠して普通は眠って何も食べないはずなんですけども、はい、水温が下がらないので何でも海藻を食べちゃうんですけど、特にこの赤ちゃんの時期に食べられます。この昆布は何年くらいかけて大きくなってくるんですか？1年目でも今1センチぐらいなんですけども、はい、今年の夏ぐらいには4メーターぐらいまで育つと思います。夏までに4メーター、はい、嬉しいな。じゃあ2年間生きる予定です。初めてなんでうまくつけられるか心配ですけど、頑張りましょう。頑張りましょう、はい、やりましょう、はい、じゃあ行ってきます。
入った瞬間顔が凍りそう。水温は 11.4 度です。ここから90分間水中でみっちり作業します。いましたいました、大量のウニ。まずはこのウニをどんどん駆除していきます。ウニを駆除するなんてもったいないって思われるかもしれないんですが、実はウニ自身も海藻を食べ尽くして身が全然入っていないんですよ。だから売り物にならなくて漁師さんたちも困っています。それにウニを減らさないとせっかく昆布を増やしても結局食べられちゃいますからね。どんどんやっていきます。これがまたいいストレス発散になるんですよ。一人で500個は退治したかな。メリットは2つあります。まず1つ目は食べられるリスクが低いこと、ウニが近づきづらいそうですよ。で、2つ目は昆布の胞子がたくさん広がりやすいそうです。360度胞子が海に乗ってこう広がりやすいということなんですね。ではいよいよ昆布をつけていきます。手順は3つ。ロープを広げて隙間を作り、昆布をその隙間に入れてハサミで切る。けど切れない。水中では足がつかないので体が安定しないんですよね。私はどうしても沈んでしまいがちで本当に難しい。完成。これから半年ほどで4メートルほどに育つそうです。伸びろ伸びろ。今回岩手の海を潜って感動したことがあります。見てください、この草原のような景色。これはアマモという海藻です。実は2年前ここは砂地で何も生えていなかったんですよ。つまり2年かけてダイバーさんたちが地道にアマモを植えて育てていったんですね。こんなに増えているんだって感動して、まさに海の森ですね。この袋も気になりましたよね。これも昆布を増やすために設置されたものです。スコアバッグといって、中を見ると昆布が入っているんですね。この袋の網の隙間から昆布の胞子が飛んでいって昆布を増やしていこうっていう仕組みです。私も初めて見ました。こうした藻場再生活動、地道に作業されてきたダイバーさんたち、本当に頭が下がります。本当にいっぱい。つけてきま
い、皆さんいかがでしたでしょうか。もう私90分水の中で作業していたので顔がもうシワシワになってましたね。でもそれだけ充実した活動をさせていただきました。ぜひこの藻場再生活動興味があるという方、私もやってみたいという方、三陸ボランティアダイバーズで検索してください。もしくは今回、教えていただいたみちのくダイビングリアスでも検索してみるといろいろ情報が出てきます。今回は2本目でしたね。ぜひ次回も楽しみにしていてください。昆布守ろうね。